より報告に入ります。まずはじめに出雲市文化財課江住県より杉沢遺跡と島根県内の道路遺構と題しまして、これまでの発掘調査の成果等を皆様にご報告いたします。江住は杉沢遺跡で発見された道路遺構の発掘調査の担当者で、今年度から進めております保存に向けた調査も担当しております。調査担当者ならではの視線で皆様に調査成果をご報告いたします。それではよろしくお願いします。出雲市文化財課の江住健と申します。私がこちらの、今日の、まあ、話題ですが、杉沢遺跡というところで、調査担当といたしまして、発掘を行いました。今日はその発掘成果について、短時間でございますので早口になるかと思いますが、ご説明をしたいと思います。まず、杉沢遺跡ですが、ここのアクティ氷川、今日の会場ですね、今日の会場がこのオレンジ色の四角なんですが、ここから南へ、南東へ約500メートルのところに今、出雲氷川中央工業団地といって工業団地の造成をしております。その一角にからこの道路遺構が見つかっております。近くには高神谷遺跡、また、西谷運動群、四隅に出ておりますが、その、こういった遺跡がある、こういった仏教山ですね、古時にもある神奈美山の、麓に、多数の遺跡が存在しております。その一つに、杉沢遺跡になります。こちら前の方ですが、仏教山、これは北側から見た写真でございます。今造成がだいぶ進んでおりまして、ほぼ平らに近い状態になっておりますが、この真ん中の赤い星印の位置、ここから道路遺構が出ております。それではお手元の資料、1ページのですね、2番、杉沢遺跡の古代道路遺構ということで、大的な説明を行ってまいります。この、今前に出ているのは、西側から東へ向かって撮った、上空から撮った写真になります。こちらの幅が約15メーター、南北、上下がですね、東西なんですが、ここは60メートルの長尺について、発掘を行っております。明確な道路遺構が出たのが、写真下側ですね、一番下の方に、縦に筋が伸びていますが、こちらが側溝、それと真ん中の方に、溝、波板状凹凸面、後ほど説明いたしますが出ております。続いて、括弧一番の筑紫街道否定地ということで、この道が、いつから使われていたかということなんですが、歴史の資料に残っている中では、文政6年、今から約200年前ですね、こちら、下直江村の絵図というところに、記録が残っております。拡大します。この部分を拡大しますと、なかなか分かりにくいんですが、真ん中に1本、東西というか横に伸びる線がありますが、この位置、赤く囲った上の位置に筑紫街道、ここでは街道が海の道と書かれております。また下側の四角、赤い四角の中では杉沢というふうに地名が残っております。これが今の杉沢遺跡の、あざめの元になっております。
筑紫街道の位置ですが、この位置に、ほぼまっすぐな線が引かれております。この位置と、今回調査した位置が、合致しておりましたので、道があるということは分かっておったんですが、また今の、規律ですね、土地の境が取った地図からもここに、約2メーター幅の道がされておりましたので、道があるということは分かっておりましたが、今回の調査によって、次説明いたします。道が発掘されました。括弧2番になりますが、尾根の上の発掘調査ということで、こちら写真の方がですね、西側から東側を向いた、先ほど上空から撮った写真をちょっと下側から写した写真なんですが、試掘調査をしたトレンチというのがですね、横に5、6本見えると思うんですが、ここで調査した段階では硬い面というのが若干はあった、確認できておったんですが、その際にはまだ広い道路があるということは、分かっておりませんでした。ですが見ていただく、今からは見ていただくと非常に広い平らな面がもうまさしく道路のように見えて、今となっては見えますが、当時としては、そこまでのちょっと認識がございませんで、ここを掘り下げていきました。でこれが、調査後の写真になります。硬い路盤、硬い面が広がっておりまして、それを取った状況ですが、その下に、こういった、横に道路に垂直に、幅が20-30センチですね、深さも20センチぐらい、長さが3メーターから5メーターくらいの、溝が、70-80センチ間隔に出てきました。これが、波板状凹凸面といわれるものです。詳細はまた後ほど説明しますが、この調査区において、約3分の1ぐらいですね、ところでこういった、波板状凹凸面というのが出ております。また、こちら側には溝が出ております。で反対側の溝を探すために、ちょっと調査区からは、当初の予定から外れておったんですが、確認のために掘ったところからは側溝が、反対側、南側の側溝が、出ました。でその側溝間が、9メーターというありました。でこの間を、古代道路遺構ということで、今回に至っております。で続いて、道路の特徴、括弧3番目ですね、丸1番で、尾根に造成された平坦面ということで、こちらの地形なんですが、通常山の尾根、丸くなって高いところ低いところあるんですが、ここではですね、より広いところを作り出すために、山の高いところを切って、青いところですね、それを、谷のところへ持ってですね、この断面のようにして、広い面を作っております。こうすることによって、盛り土をする前にただ切って造成する、低くするだけでしたら、このような青い線のところを通るんですが、オレンジ色のように、谷を埋めて、いることによって、よりカーブの少ない道を作り出そうという、工事の様子が伺えました。でこの盛り土のところなんですが、断面でちょっと斜めからなんですが見にくいと思いますが、断面なんですが、一番下が地山、元の山の面で、加工される前の山ですね、その上に、パパとかが積もった旧地表面がありました。非常に水分が多く柔らかい色でした。でそのさらに上に同じ赤い土、地山と同じ赤い土で、
盛り土が見受けられました。でその盛り土の上に非常に硬い面、高架面、これが道路の面、路面だと思われますが、そういった面が、出ました。続いて特徴2です。地盤改良の痕跡ということで、先ほどから聞き慣れない言葉かと思いますが、波板状凹凸面と呼ばれる、これは全国の道路の軟弱な地盤のところに多く出ていると言われております。こういった、波板状凹凸面、ここですね、ここの丸の中にありますが、横に伸びているこの面が波板の屋根とか途端の波板のように出ているということで、こういった呼び名がついております。これがどういったものかといいますと、これはその波板状凹凸面というのを、断面を確認するために、こう四角い塔を掘ったんですが、通常遺跡の発掘ですと、硬い地山の中に柔らかい、土が入っておりますので、その柔らかい土を掘ると、昔掘った穴というのが見えるんですが、ここは逆でですね、柔らかい丘陵と、先ほどもありましたが、大変水が多い、水分が多く含む柔らかい道路の中に、掘り込んでですね、そこへ、砂、非常に目の細かい砂を充填したような形でですね、こういった長いところへ、砂が、埋まっておりました。拡大しますと、約ここでは小さいもので深さが10センチ弱なんですが、この部分ですね、この赤い線が掘ったところの線になるんですが、下側砂質度、固く締まった砂質度ということで、きめの細かい砂で埋まっておりました。この撫でてきたかについては、諸説ありますが、また後ほどの、先生方の説明からも出てくるかと思いますが、ここではですね、地盤を固めるために作ったのではないかということが、分かっております。続いて特徴3番目ですが、幅9メーターの道路面と側溝ということで、南北からですね、このように細長い溝、こちらについては、南側については小さいトレンチ、で掘ったところから溝が出ておりまして、ここがつながっておりましたので、南側についてはこちらが側溝ということで、判断しておりますが、この間が、約9メーターあります。この9メーターという幅については、また後ほどの説明もありますが、多くの感動、ですね、で作られ、感動にある特徴の一つになっております。9メーターの幅といいますと、今の道路ですと、片側一車線の道路、と歩道がついたぐらいの広さになります。非常に広い道路です。よく街の中にある狭い道路は4メーターくらいですので、その倍ぐらいある道が当時作られたとは分かっております。続いて道路幅9メーターの方だ、ですが、断面、一番西側の断面になります。さっき見ていただいた図とは反対側の向きになるんですが、ここに縮ストレンチで出た小さいところですね、トレンチの側溝と、こちら側は、北側の側溝になります。この間が9メーターございました。それで、ここの赤いところが盛り土、下が丘陵土ということで、やはりここでも幅を、取るために、谷を埋めて、平坦面を広く拡張して、そこへ溝を
側溝を掘って道路の幅を取っているという工事の様子が伺えます。こちら拡大したものですが、硬い、面氷土の上に、旧氷土の上に硬い面、こちらが路面だと思われるところ層になります。またちょっと離れたところでは波板状凹凸面という硬い層、こちらも同じく非常に硬い固く締まった砂の層ですが、こちらも出ております。続いて特徴の4番目です。尾根の上の推定距離が約1キロということで、こちらについて杉沢遺跡真ん中の方に載せておりますが、ここが今回調査したところ、その前後について、改めて歩いて、見ますと、同じように、幅の広いところ、狭いところ、また後で、開拓によって、変わったところとかいろいろ部分的にはありますが、ほぼですね、このルートを通っていたのではないかと思われる平坦なところ、広いところでは幅が9メーターから10メーター、また高い山を切り崩して、平らな面を作った様子とかが、見て取れるところがあります。これが北側から見たところですが、一部なんですが、こういった高い、この辺りでは比較的高い、標高が25メーターから30メーターの間の尾根をずっと通っております。で、途中から尾根が非常に高くなるところについては、尾根を切ってですね、ほぼ同じ高さになるような工事が、受けられます。で、この先ですね、道路ですので、この先、つながってはおるんですが、こちらについては、まだ諸説も、ありますし、他の遺跡の関係もありまして、これから調査等を行っていきたいと思っております。で、この矢印の部分について、現在、まだ、調査しておりませんが、現在の状況を見ていただくと、これが、今人が立っていますが、ここの面が平らな面、ここの面は、ここでは約5、6メーターなんですが、この先はちょっと崩れておりまして、当時はもうちょっと広かったのではないかと思いますが、こういった杉、今杉が生えて、植わっておりますが、非常に急な角度でここを切り崩してですね、平らな面を作ったのではないかと思われます。この高いところでは、ここから約10メーター以上ある切り、これも切り通しと呼んでおりますが、そういった、工事の跡も出てと見られます。これは始まる前ずっと前に流しておったんですが、もし、どういった状況だったかということで、ちょっと漫画にしてみましたが、こういった高いところは切って平らな面を作って、またこちらについては、尾根の上を、そのまま利用して、通ったという模式の、図になります。どういった方が通ったかについてはまた後ほど、先生方からもお話があると思います。で、最後に、特徴の採掘が5番目ですが、尾根の上の道路以降の、遺物ですね、時代を決める、その遺跡の、時代を決めるものとして、土器があります。こちらで出た土器というのが大きく分けて、2つですね、今出ております末期の壺の、底の部分、これ反対側裏面なんですが、一番底の部分ですが、これと弾きが出ております。出た位置は波板状凹凸面、先ほど言った、道路の方向に沿って垂直に伸びたところの一番底に、張り付いておりました。で、この2箇所から出たものが、一つにつながっております。同じく、遺物として、この急、高いところを切ったところの斜面から出ました弾きです。で、こちらも
非常に細かく割れておりましたので、こちら、なかなか元の形に復元難しかったので近くの、遺跡から出ております、杉沢横浜部分といいますがそこから出ております弾き木をちょっと参考に載せております。中外ともに、朱に塗ってあるものが出ております。これらの時代なんですが、奈良時代ですね、奈良時代の初めを飛鳥時代の終わり、飛鳥時代から奈良時代の初めぐらいの、もの両方ともそういったもので今から約1300年くらい前の遺物ということで、その他に出たものが非常に少なくですね、時代を表すものとしてこういったものが出ております。ということで、最後のまとめになりますが、ABC の3つ載せております。各地の道路遺構と類似ということで、島根県内では非常に道路遺構というのが出たところが少なくてですね、この杉沢道路で、県内初めてその側溝と波板状凹面というのが一緒に出ておりますが、幅9メーターというのが確認できております。また、大規模な土木工事が行われたということ、そして出土した時が、飛鳥時代から奈良時代前期約1300年前であるというところからですね、この道路遺構は、古代山陰道の一部であるかという結論に至っております。まだ大変一部分、長い長い道の一部分でございますので、確定というわけにいきませんが、今のところ口説の道の以上に出てくる、西の道ではないかと考えております。今後、調査予定なんですが、この保存が、先ほど副市長がありましたが保存することが決定しております。この保存を決定すること、したことによって、ここが、前後どれぐらい広がっていくのか、どこまで同じ時代の道があるのか、また他の道がないか、そういったことを調査するために、今後5年をかけて、測量から始めまして、定点と掘ってみたりですね、いろんな調査、聞き取り調査とかを行う予定にしております。最後にですね、県内の道路遺構ということで、手元の資料3ページと同じ表なんですが、先ほど言いましたように、この道路遺構というのを発掘調査で、調査したところというのは県内、島根県内では非常に少なくてですね、古代山陰道推定地ということでは、黒い三角のところなんですが、松江市になりますが、深田とか勝負谷、くぐり松遺跡とかですね、松本古墳群といったところで、山陰道ではないかという意向が出ております。こちらが松本古墳群というのを、これは山の切り通しといいまして、谷部分を深く掘って、幅を広げて約ここも10メーター、広いところだと10メーター近くあったと言われておりますが、こういった工事されているところが見つかっております。ここはもうすでに、山陰道、松江道になっておりますので、現場はございませんが、こういったところ、また深田勝負谷、くぐり松遺跡については松江の運動公園のところになっております。で、出雲市内ではどうかということなんですが、一番左側の山持遺跡から、今の、北陵高校の、北側に道路が通っていますが、あの辺りから、波板状凹面というのが、平らな、低いところからですね、田んぼの跡から出ております。また先ほど言いました遺跡については、外の方の、パネルのところにも紹介しておりますので、またお時間の間で見ていただけたらと思います。大変早口で、雑な説明で申し訳ございませんでしたが、以上で終わらせていただきます。